行動って、いいの？なんかこの、もう龍角さんって顔で出かけた水上先生が綺麗な写真を撮ったけど、自分のお宮15分ぐらい出ました。お話ししちゅう、お先にしてますね。行きます。ありがとうございます。あ、すごい。あ、すいません、ありがとうございます。はい、並んでおります。行くだもん。はい。で、この用紙の順番に原料もちょうど並んでおりますので、うん、最初にこの用紙を見ていただきながら、どれがどのようなものがこちらです。で、さらにこれを機械を使って細かく粉末に引いたものが実際使っていただくインコのこちらの原料となっております。各個も防虫効果がある原料でございまして。みたいになっちゃう。そしたらそのままニューバッチの方に入れていただきます。ありがとうございます。では白檀が入りましたら、今度2分の1と書かれている真ん中のスプーンに持ち替えていただきまして、白檀の下の経皮を同じくすり切り一杯で取って加えていきます。ニヤニヤしちゃう。なんかニヤニヤしちゃう。ちょっとすごい、もうテンション上がってる。では経費まで入りましたら、ここで一度綿棒でこう混ぜ合わせていただきます。今度は10分の1のさらに小さいスプーンに持ち替えていただきまして、今度は長寿ですね。そうそう、はい、白檀の列の一番部分をこちらの表に入れていただいたものを線をつけながら調光を進めていただきます。こちらはニヤニヤすぎてよだれたら口が緩い、口がそうそうだよね。感じと違うね。あー、調子がいいな。なんかスモーク作ってるみたいな。やっぱりシナモンは入れる方向で、私はシナモンはめちゃめちゃシナモン決めた。パチリから入れよう。パチリから入れます。友だね。あ、ほんとですか。あ、そっか、それを書かなきゃいけないと。どうしよう。こう、どん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 外に行ってしまって、まあ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 、ちゃんと最後混ざるだろう。どん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 外に行ってしまってますね。感じになってきた気がする。なんか、もう決まった。なんか早いですね。いい感じになっちゃってる。どうしようみたいな。何？もう一周する。これ山盛りすぎるよね。イメカキ一杯通り越してるよね、これ。ほほほほ。ちょい山削りぐらいでいいかも。ちょっとだけ。ほ、そう。よし、ここらい。私もちょっと入れよう。いや、どうしよう。サンダルと。よし、混ぜよう。
生なんか来た。今全員2の状態で全然違う。うん、シナモン入れた瞬間に色が出そうな予感をしています。めっちゃ折れた。ああ、もうちょっと、ちょっと一回整える。しっかり混ぜた方がこれは良さそうです。うん。耳かきはめっちゃ混ぜないと、なんか混ざってなさそうな気がして。シナモンがいなくなっちゃうのかな。いい。今ジンジャー追加したら、僕はまだアジアになってないです。まだ面白いんだけど、私はこれジンジャーなんですよ、タイミング的に。全く、あ、これいいですね。全然違うんだけどね。おや、僕すごい水みたいな柔らかさ、ね、水、また水になっていく。そして流れる。こちらのタブコという、はい、これもあのタブという木からできている粉になりまして、これと水を合わせるとすごく粘り気が出てきます。中も入りましたら全体に混ぜ合わせていただきます。弾きますので、馴染ませるように混ぜてて、あ、え、すごいすごいすごい、うん、お、一気に凝った、うん、します。本当だ、靴持ちにしかない。ちょっと美味しそうだなと思っちゃいました。うん、わらび、そうですね、すごい、はい、失礼いたします。わー、わー。これをちょっと指先で揉み込んで、はい、丸くしていく感じ。あ、そう、あの深いシワが入らないように、あ、泥団子や、泥団子みたいな感じで。少年時代を思い出す、どこまで磨くか。ありがとうございます。ではこちらで手のひらに失礼いたします。あ、綺麗にまとめていただいてありがとうございます。これでも、はい、出していただいて、本当に性格が出ますよね、これすごい。綺麗からめちゃめちゃ丸めていただいて、なんかちっちゃい時になんかこういうのをなんか練ったよね、練ったような気がします。すごくすごいピカン、こういう感じです。あ、大丈夫です、ありがとうございます。はい、かわいい。あ、スライムみたい。スライムいた、イチョウだ。裏側こっちが見えてる。キスチョコみたいな、なんか不思議な形。めっちゃ恥ずかしい、今ちょっと聞かなかったことにしてください。大丈夫です。スライムだとか言って上品な形だったのに。スライムにされた。急に小学5年生入れてちょっと、よくイチョウ組だったので。あ、よく覚えてんね。幼稚園の時、イチョウ拾ってました、うん、覚えてないわ。イチョウ組焼きです。よう覚えてんの。この落ち方が斬新で、うんうん、猿がここの下にこんな感じで、うん、こんな感じになって、カエルがかっこいい、カエルかっこいい、振りかざす、ウサギも、蝶も、こんな感じで、おー、カエルかな、カエル先輩、ありがとうございます。
ら失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。全てシソ入りです。めっちゃ可愛い。全てシソ入り。え、ちょっと食べます。ちょっとお邪魔しようかな。こう、あ、すいません、また下に、あ、奥歯ですね。ありがとうございます。決めてたんです。私もお店並べるとどうしよう。はい、これも欲しそう。また気になるっけ。ここでさらにまた当たったらどうなっちゃうの。お待たせしました。ありがとうございます。603はい、ですもう幸せ。ツルがしっかりしてる。今年はお願いします。行きましょう。白にするかも、1にする。私もちょっと赤もにする。あえての2からか3からくらいに。サーモンラーメンの看板に惹かれて、うん、え、でもサーモン飯も美味しそう。そうだよね。フレンチか、あえ玉とかもある。お待たせしました。愛社様どうぞ。お願いします。7年前傾を自分さえ分かれば。はい。はい。はい。どうします。あ、はい。前まで電源持ってたんだけど、で、使ってるみたいな状態が続いて。それ、なみなみすぎて危ない。真逆。脱いだ。脱いだ。めっちゃ暖かいのと、なんかよくわかんない。もうシャッターしと。え、めっちゃ可愛い。改善しました。この店がたまに あのパーティーで、女性の方、ね、そうですね。その方もなんかチョコザップとか通ってるとか言ってました、ね。わかる。こういう。あ、わかります。こういうこと。何も入れてないのに入れてみたいな。何をしちゃってるんですか。
こちらですね。こちらです。ありがとうございます。はい、お幸せ。今日もずっと。ミニアペーパーですね。でこちらはもうあのスプレーがついてますので、このままチョコセーツ、はい、使っていただけます。いやすみません、いっぱい楽しませて。こちらから嬉しい悲鳴しちゃった。